リンコとカニチでイグジットです。シュクヨです。よろしくお願いします。ちょっとむずいんだけど。何がイグジットとかもややこしいし。そうそうそう、リンコって一応イグジットの一員だったんだ。そこむずい。じゃあ今決めちゃおうよ。だからリンタロウくんの彼女、うん、リンタロウさんって彼女いたんだ。がリンコ。あ、そうなんだ。かな。なんだ、妹。え、だってインタビューの時とかさ、うん、彼女いないって、じゃあ嘘ついてるってこと？リンタロウは彼女だと思ってない。あー、なるほど、なるほど。リンコが片思い。片思い。だからリンコは彼女だと思ってて、リンタロウは都合のいい女。だって料理上手だもんね。そうそうそう。そうだよ。そうだよ。だから料理させてんだ。あ、だからか。家に2つ食器置いてあった。そう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 。あ、リンコだったんだ。そう、私が置いてんだ。あ、そうなんだ。匂わせてんな、じゃあ、だいぶ。何よ、今日は。どうしたのよ。というわけで今日はですよ、リンコさんと初めてのコラボなんですけど、さらにもう一人ゲストをお呼びして。いる？必要でしょ。私以上のコラボ。いや、いるよ。え、いや、まずくない？ハードルだいぶ上がるよ。超えられる、まあね、その子。いや、それがね、今日超えてくるんです。嘘でしょ。はい。ちょっとお呼びさせていただきます。いいですか、ゲストさん呼んで。まあまあまあ、私の前に来れるなら全然。すみません、ちょっと出づらい状況になってますけど。それではお願いします。本日のゲスト、熊田凛子さんです。やったー。ありがとうございます。かわいい。私よりは可愛くないけど。私よりは可愛くないけど、可愛い。そう、すごい来るの嫌だったんですけど。 ね、私のここぐらい。本当。うわ、なんか発言しづらい。リンクマちゃんね。そう、リンクマちゃん。リンクマちゃん。リンクマちゃん。それどういうこと。リンクマちゃんだよね。あ、リンクマ。あ、そうか、間違えた。え、私は、私はリンコ。リンクマって言うんだったら、なんかリン、うん、リンワニとかにしてる。なんで私リンワニなのよ。でもワニっぽい感じにしてる。100日後で死なないの。でもなんか結構生肉も食ってるじゃない。いや、食ってないよ。しかもかじったと回してません。いや、デスロールじゃないのよ。ワニをかじったと回すけど。知らないでしょ、誰も。何言ってんの。生き物を一撃で仕留めるためにね。グリってね、はい、ワニは噛んだと。ワニ噛んだと。グリってやって殺してから食べる。そう、何の話してんのよ。リンワニも、うん、食べるとき必ずこうやって回してるんで。気をつけてよ。だから、ね、あんまり失礼な発言とかしちゃうと、うん、噛んで回しちゃう。身の危険を感じる。気をつけましょうね。どうしたの。いや、ちょっとね、今日はだからリンクマちゃんとリンワニちゃんで可愛いを見つけてこんで、うん、あー、なるほど。なんか最近出したよね、あれね。そうそうそう、6月5日にね、うん、だからリンクマちゃんが写真集を出すということで、うん、あれちょっとね、私先に見せてもらったんだけど、うん、ほぼマインド一緒だった。嘘。どこが一緒でした。だから可愛いは作れるとか、なんかまつげ上げてこうみたいなやつとかね。ありましたね。バサバサと羽ばたくようにって書いてましたけど。違う、まつげ上げるのが得意なの。あ、そうそう、だから一緒だなと思って。だから顔も似てんだ。ごめんごめん、まつげある。あるし。え、ごめん、まつげ美容液毎回塗ってんだけど。本当皆無よ。嘘でしょ。ほんと、まつげ上で。でも、わかんない。ちぎっちゃったかも。そうでしょ。時々むしゃくしゃすると、むしゃっちゃうから。可愛い教わるのね。そういうこと。リンクマから教わって、うん、どんどん可愛いリンコになってほしい。なるほど。じゃあ、お願いします。オッケー、リンコに行きましょうか。じゃあ、なんか可愛い写真の、うん、うん、ね、やっぱ写真集出しましたから。なるほど。タイトルとかあるんですか、やっぱり。2冊今回同時発売してるんですけど、うん、写真集はリンクマチップで、うん、スタイルブックはリンクマガジン。リンクマガジン。はい、リンクマガジン。だ、リンクマが可愛いと思うポーズを、うん、リンマには今日学んでもらおうかな。オッケー。いい？うん。頑張る。プップケプ。オッケー、じゃあ行きましょうか。はい。じゃあちょっとスタイルブック。はい。今スタイルブックで結構女性が嬉しい美容本になってるんですけど、うん、このカットの中からリンタロウさんに、あ、誰誰誰誰、今木さんにびっくりした。誰が出てきたかと思った。私の彼氏のこと言ってんじゃん。え、もしかしてリンタロウさんのこと狙ってる。狙ってないです。え、態度変わるんだけどね。え、だいぶプッ。まあまあまあ。どうしたの？リンワニどうしてる？リンコってさ、一人でいつも撮ってるの？オーディエンスで撮ってる。今回、やっていただきたいポーズは、これです。かわいい。指を食べちゃってるよみたいなポーズです。あ、なるほどね。ちょっと見せてもらえない？ちょっとほら、ほらほらほら、あ、これね。
よかったこれ。足ができるからね。足もやんの？全部指だもんね。指ですよ。え、これは中指をこう。なるほど。ちょっとお手本見せて。お手本いける？ちょっとこの、あ、かわいい。なに？うわ、こわこわリンマに、リンマに違う、リンマに違う、惜しい惜しい、うわぁ待って、今教わったもん。これでしょ。え、待って、ね、血の許容広くない？習ったから今。違う違う、1本だったしかも中には入ってなかった本当入ってないよ、ね、控えめさとかも可愛げじゃん。ちょっと加えちゃうぐらいが可愛いんだ。自傷行為だよ気にやったんだ。そんなことないでも素晴らしかったです。本当ほらほら、え、何でも褒めりゃいいってことじゃないんだよいやでも、え、じゃあこれ道端とかでなんかこう可愛いポーズするときいきなりあーってやるってことですよ。今度から写真撮るときこれにする。知らないよ俺言うからね毎回あ、これリンクマンちゃんがこのポーズ可愛いいいよって言ってたんですって逆に評価下げる可能性あります。それはやだ、それはやだってことの方はなしでなしだったね。なしだろじゃあ皆さんこの可愛いポーズたくさん載ってますんで、ぜひぜひこちらのリンクマンの、なんかおすすめのカットとかないの？ありますね。え、見たい。俺とは違うってこと？こっちもあるよ。え、こっちもある。あっちもある。どっちに返しましょう？どれにしよう。じゃあ俺のおすすめから言っていいですか？はい。ちょっと俺の、あ、これも良かったもんね。でもね、俺のおすすめはね、あ、これ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 。かわいいでしょでバナナがねこう乗せてるんだけどね、ちょっと恥ずかしいんでしょうね。ちょっと恥ずかしながらもおふざけして、うん、なんか相手を喜ばしてたまらないですねリックマンちゃんのおすすめ。私の方はこちらですね、うん、あ、ちょっとセクシー系じゃん。ああ、こんな顔できんだどういうこと？いや、まださ、可愛らしいさ。いや、だから俺そこ飛ばしちゃいましたもん。いや、童貞でドキッとしてリンマにいける？これリンマにいけるよ。リンマにこの表情いける？振り返りでやっていいですね。振り返りのこの表情いけるよ。リンマにいける？うん食事すんな食事すんなよ。うわぁ、めっちゃ落ちてきた。伸びてる伸びてる、めちゃくちゃ伸びるじゃん。全盛期の室伏ぐらい伸びるじゃん記録というわけで、以上コラボとなるんですけども、最後にはい、リンクマさんからお知らせです。はい、私のファースト写真集とファーストスタイルブックが6月5日に2冊同時で発売されます。皆さんぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。すごい、2冊同時なんだ。いやマジで控えめに言って女子は絶対見た方がいい。これあの私美容好きじゃん、はい、普通に勉強になるから、ね、スタイルブックとか女子も嬉しい。そうでしょ、うん、リンワにおすすめなんでね。リンワにだいぶおすすめで、私もこれ勉強しようと思う確かなんか同じ香水使ってる。そうそうそう、ジョーマロンねこれ見てさっきあのリンワにがやっぱリンクマと同じ香水使ってくるちょっと匂い気づいてほしいから多めにつけとこうやめてはず、そんなことないよこの手が気になっちゃってる。さあ、というわけで、以上、リンクマン&リンワニのコラボ企画でした。以上、イグジットチャンネルでした。チャンネル登録してくれるよ、頼む。なんで知ってんの、それ。ああ私だって見てるし、見てるし。私だって見てるし。チャンネル登録よろたんでーす。おまとめ、Here we go!可愛いバトルというか、うんうん、先生に教えてもらったでしょ、うんうん、可愛さとは何たるかを、うんうん、で、うん、その2人でその交互に可愛いバトルをするというか、うん、だからじゃあ英単語可愛いやろ、英単語可愛いっすよ、交互に英単語を言ってるの、可愛いと思う英単語で、可愛くなかった方の負けってこと英単語で可愛いとかあるなんでちゃんとしたお題あんのにそれでやらないの英単語かわいい、なんでちょっとあんたのオリジナリティ出てきてるの
じゃあ可愛い英単語とかある？今考えよ。パンパンのリズムよ。え、そんなことない。リズム当たり前じゃん。いや、わかんない、マジギリギリで言ってほしいか。分かったよ、ギリギリの、はい、じゃあ行きましょう、行きますよ。それでは行きましょう、英単語可愛いバトル、せーの。ミルキー。いいね、どういうこと？何ちょっと？英単語ってどういうことね？何だと思って？待って、もしかしてこの人もしかしてアルファベットだね。だからあんな反応してたんだ。なんか変だったもんね。なんか一人だけ可愛いね。単語なんて足からでもいい。え、待って、ADCD だと思ってたんだよ。マジで意味わかんない。やば、気が狂っちまったんだよ。お前だよ、気狂ったの。じゃあ、行くよ、パックパックを終わらせましょう。はい、行きましょう。じゃあ、リンクマ VS リンワニの、かわいい英単語バトル、せーの、リンクマから。シュガー。うん。モーモー。やる気ある、あるよ。リンマニーモーモー知らない？ミルキーからのモーモー。それ引っ張られてるじゃん、ミルクに。ミルクに引っ張られて牛の鳴き声いただけて、ね、そもそもモーモーって英単語に。モーモーって呼んでたじゃん。ちっちゃい頃。いや、ダメでしょ、ダメ、英単語って言ってる。というわけでリンマニーの負け。やってらんない。リンコでプー。クマとワニどっちが強いか。今日ちょっと湿気も多いけど、すみません、これリンワニが、そう、はい、ちょっとアマゾンから持ってきた。湿気にはなっちゃうけど。ちょっと必要になって、ね。いや、でも半身浴どうですか、ね。半身浴やってるよ。やってる？うん、こうやって。ワニじゃん。じゃあもうワニじゃん。もうリンワニとかじゃなくてワニじゃん。そうなの、うん、みんなここまで浸からない。これ全身浸ってるから。あ、そう、うん、いないですよ。こっから上を半身。いや、やだやだ。リンクマちゃんもでも結構美容とかね、うん、美容好きですけど、ね、ちょっとここまではね、半身浴ってたらこの辺ですよね。この辺ですか。そうなの、ここまでが半身ってことですか。そう、こっから上が上が出てるから。くだらねえこいつ。いや、お前だろ。いいんだよ、ワニの話。